かなりこう期待も高まるところですよね。まあ次期エースというよりもね、はい、もう中心になってね、石川と同様に、はい、もうフル回転するようなね、ピッチャーにもう成長しなくちゃいけないところですよね。で、立山もね、こう離脱しておりますからね。さあそして今日は BJ リーグの東京サンレーブスの佐々木クルス選手による始球式が行われました。今日は東京サンレーブスという BJ リーグバスケットボールのリーグのチームとのタイアップ試合ということで、こういったイベントに東京サンレーブスの選手またはチアガールなどが登場するという試合になっています。あ、一人大きいのいるね。そうですね、後ろに、頭2つ分ぐらい出てますけれども、こちらが東京サンレーブスのメンバーということですね。佐々木クリス選手による始球式でした。